ポーター級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級8隻が建造された。最初の4隻はニューヨーク造船所で建造され、残りの4隻はマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール株式会社で建造された。ウィンスローを除く7隻は1936年に収益し、ウィンスローは1937年に収益した。本級は当時、 日本海軍が建造中の駆逐艦に対抗して建造され、共同艦としての機能を有する艦であった。発想自体は、クレムソン旧駆逐艦が大量建造されていた1917年にまで遡る。1921年に入って、召喚会議から共同艦に関する5つの案が提出されたが、海軍歴史家のノーマン・フリードマンによれば、その建造費用は、 大半のウィックス旧駆逐艦及びクレムソン旧駆逐艦を購入するのに等しい額であると議会から指摘されたという。また、召喚会議では新式の高圧力活高温度の蒸気タービンを搭載させることにも深い関心を持っていた。1930年に締結されたロンドン海軍軍縮会議やフランス海軍が収益させていた大型駆逐艦もポーター級の建造に 大いに影響を与えた。排水量に関しては、これより、先の1927年に開かれたジュネーブ海軍軍縮会議の影響で1850ンとされた。搭載する兵器に関しても長期間にわたって、議論された。手法の候補の一つであったマーク1025口径5インチ砲は、発射速度が速く、訓練も容易だった。 もう一つの候補のマーク751口径5インチ砲は強力ではあったが、対空用としては使えなかった。折しも、これらの議論と並行して、その中間的な性格で、対空用にも、対水上専用にも使える、両用砲として、マーク1238口径5インチ砲が開発されて、実用の域に達していた。 38口径5インチ砲は当初検討されていた2種の5インチ砲よりも明らかに優れていたので上層部の推薦もあってこれを搭載することとした。ただし重量型を避けるため並行して整備されていたファラガット級で搭載されたマーク21砲がと比べて行革を取れない代わりに軽量な弊射砲タイプのマーク十二が選択された。次に検討されたのは その38口径5インチ砲の配置方法であった。最終的には、守備線上に連装砲を前後、各2機の計4機装備することとなったが、決定までには、単装砲を三段背負いに配備するプランなども出されていた。前後、各2機の5インチ砲は、それぞれマーク35両用砲板が組み合わされ、2つの別々の目標に対する同時攻撃を可能とした。 対空機銃は2 8ミリ4連装機銃2機が装備された。船体はファラガット級駆逐艦よりも大型になったが、機関出力の馬力もアップしたためファラガット級と同等の37ノットを維持することができた。また、機関室には非常用のディーゼル発電機も装備された。セルフリッジの1944年のカンス型蒸気のように4機の連装台座に、 K8 門の5インチ砲を装備していたが、重量が前方に偏ることが判明した。また、1939年からのヨーロッパ戦線での戦訓を鑑みて、弊社砲の療養法への換装が検討された。しかし、換装するにしても、その他の重量物を陸上げしないと、バランスが取れなかったことから、まず後部乾板室と水が撤去されて前、小柱も、 大幅に簡素化された。対空機銃として20ミリ機銃が追加され、レーダーも装備された。1942年10月26日の南太平洋海戦で戦没したポーターは、おそらくこの簡素型で失われた。1943年に入ると装備の変遷は、顕著となり、20ミリ機銃は40ミリ機関砲に、換装され、 二番砲あるいは三番砲が代償として撤去された。1944年遅くに入って、ようやく療養砲への換装が実現することとなった。セルフリッジを例にすると、療養砲は、連装砲が一番砲と三番砲の位置に、単装砲が二番砲の位置に装備され、これに伴って40ミリ機関砲の位置も環境前の9、二番砲の位置に移設された。 神風特別攻撃隊が出現すると、その対策として、対空兵装のさらなる充実が図られ、フェルプスとウィンスローは、巨雷発射艦を撤去して40ミリ機関砲の増強が行われた。レーダーや射撃装置も年ごとに更新され、有能な対空射撃システムを確立した。アメリカの第二次世界大戦参戦時、モヘット、マグダガル、ウィンスローの3隻が、 大西洋方面に、残りが太平洋方面に配備されていた。同リットル空襲、ミッドウェイ海戦、ソロモン諸島の戦い、サイパンの戦いなどに参加し、ポーター以外の戦没艦はなかったが、セルフリッジは1943年10月6日の第二次ベララベラ海戦で酸素魚雷の命中により、艦首をもぎ取られる損害をこむった。 戦争終結後は多くは早期に除籍されて姿を消したが、ウィンスローは特務官に転じて1959年に売却された。ありがとうございます。